お待たせをいたしました。快速新入る上越西口行きでございます。止まります駅の途中どこの駅の到着時間をご案内いたします。次は宮倉に止まります。宮倉、上尾、桶川、北本、鴻巣、熊谷、籠原、深谷、本庄、新町、倉部の高崎、長崎の先は新米橋、新深川、沼田、みなかみ、越後中里、岩原スキー場まで、越後湯沢、終点石内の順に停車をしてまいります。途中熊谷到着7時32分です。本庄は7時50分、高崎は8時8分、渋川には8時31分、沼田は8時49分、みなかみは9時4分、越後中野と9時25分、岩原スキー場前9時37分、越後湯沢は9時42分、終点の石内は9時51分、石内には9時51分に到着をいたします。6両編成です。一番前が6号車、後より1号車です。自由席は後ろ2両、1号車と2号車です。快速電車でございます。車内は禁煙です。携帯電話の通話をご遠慮いただいております。回答ご協力をお願いいたします。本日も快速新入る上越号をご利用いただきましてありがとうございます。次は宮倉に止まります。
中央井沢、お出口左側の場合は、新幹線ご覧のお客様、新潟駅、マックス6、311号は、新幹線ホーム12番線、10時29分、時間となります。六日町行きのスキーリレー1号、六日町行き、2番線から10時ちょうどです。六日町より先、長岡駅、10時28分までお待ちください。北北線ご利用の方は、快速の上地域、北北線乗りは0番線から10時39分です。特急白鷹号ご利用の客様は、1番線、枕温泉駅10時48分、特急白鷹号は1番線に乗り換えです。越後湯沢でございます。新幹線、上越線、北北線、北陸線特急乗り換え、越後湯沢お出口左側です。